あとこれ前回またあの歴史シリーズで先生が言ってたことなんですけれども、うん、あの秀吉亡き後、うん、まあ周りの人たちはみんなあのこの後家康が取るだろうって思ってたんですけれども、うん、家康の他にもう一人みんなが期待する人がいたっていうんですよ。ああ、なんかそんなようなこと言ってるっていうことをなんか先生言ってたんですけど、うん、それ誰だろうっていうのを伊藤さん誰かを心当たりないかって、なぜかっていうと先生が言うにはあのまあその力関係でいうとも家康なんだけども、その家康が天下取ってしまうとあの家康の保守的なところが気に食わなくって、うん、要するにあの平和な世の中になってしまうのが嫌なグループがあって、そこが推している人物が別にいたっていうんですけど、それは誰だか予想つきます？あの当時で火薬庫って言ったら伊達政宗ぐらいじゃない？そう、伊達政宗あたりかな。平和になっちゃうとそのまんま動かないじゃない、うん、もうちょっと続けば自分の番がっていうような人たちとかがいて、うんうんうん、ってことは伊達政宗ですか？どうなんだろう、誰なんだろう。だってあの時伊達政宗はすごく好戦的でしょ、もうずっと、うん、生まれるのちょっと遅すぎた人ですからね。そう、生まれも遅すぎた、うん、でも後年やっぱ自分もそれが分かったらしくて、うん、あのこのままだったら俺は殺されるって伊達藩も取り壊しになってしまうって思ったから、うん、わざとボケ老人のふりをして家康の前に現れてボケちゃってるよ、すごいな。そうすごいですね、うん、バブーみたいないや、ね、いや本当関われてるの本当に。あすごい。で息子と、うん、あね、いや息子さんとね、うん、次におお久しぶりじゃ相撲じゃ相撲じゃ相撲を取ろうって言って、おで転んでも負けた負けたっていう風にして安心させるね。こう本当にここまでボケたもん、ね、なんか必死だねもうね。必死な徳川になって秀吉になった時にもう、うん、そぎ落としが始まっ、粛清が始まるね。もうとにかく自分にとって弓を引くような存在は昔ながらの名門であろう何であろう、とにかくもうそぎ落とすっていうさ。先生、伊達政宗と名前聞いてどんな人物か。黒っぽい人。黒っぽい人、うん、どういう意味ですか。色黒ってことですか。色黒っていうかなんかもう腹黒い。いやいやいや、現場とかでも汗水垂らして黒っぽくなっちゃったって感じの黒っぽい人。ああ、そういう人、うん、殿様らしからずの行動派みたいな。じゃないね、もう事件は現場で起きているみたいな人だね。そういうタイプの人ですか。そうそうそう、気性激しい人ですか。うん、うん、もう天下にもうギラギラって感じですか、うん、だからね、対象タイプじゃないのよだと思う。あの大将って人にやらさしといてさ、うん、自分は指揮してて普通に収まってられるじゃない、うん、はいはいはい、自分がやらなきゃ気が済まない人なだと思う。あ、なるほどね。あと伊達政宗が黒っぽいと思う印象のな、ね、うん、イメージの中に含まれてるのは、うん、あの人の心の闇を見抜くのが得意な人で、はいはい、その闇から発生するなんていうの戦闘心みたいなのとか、はい、策略とか、そういうのをあいつならこう考えるだろうの読みがすごい上手いのね。はあ、なるほど。でも野生的な感がもうすごい多分ね。なるほどね、うん、だからなんていうの、今だったら、うん、あのプロスポーツ選手みたいな、うん、とにかく勘と即座に判断して動くがこう連携うまくしてる人なんだよね、うんうん、なるほどね、うんうん、